小田つねたねは、日本の柔道家。立ち技を中心にして、流星を極めた、大正、昭和期の行動感にあって、それまでの古流柔術等を、さらに発展させた、つねたね流と呼ばれる、独自の寝技技術を構築、旧正、第二高校や旧正第四高校を指導して、高専柔道の発展に大きく貢献し、寝技の大家と知られた。なお、名の正確な読みは、 常た根だが、文献によっては、上、因とも記されており、海外でもそちらの名がよく通っている。故郷である、現在の藤川口湖町行き山梨県南鶴郡、船津村の浅川に生まれた。当時の南鶴郡には中学校がなかったため、親族を頼って、県立沼津中学校に入学し、ここで柔道を始めた。 中学校卒業後は上京して1910年7月24日に18歳で、行動館へ入門。2年後の12年7月13日に初段に、劣勢られて1914年に、行動館柔道教員養成部を終えた。この頃の小田は、柔道ではなく、学問をもって身を立てるのが念願であり、 国学院大学に入学すると、不動貯金銀行頭取の牧野元次郎の地遇を得て、実業界を志し、明治大学や日本大学にも、席を置いて、勉学に励んでいる。構造館において、身長160センチメートル、体重63キログラムと、小柄な体格のオダは、いかに、重能性合といえども、体の大きい相手と試合をすると、 分が悪いことをしみじみと実感しており、さればと小田は稽古では寝技を良くして、さらに両足の指一本に一本が自在に動くまでに鍛錬を重ねた。曰く立っているから投げられる、投げられるから負ける。投げられないためには、初めから寝て勝負をすればよいとのこと。最初から寝て構える小田を見た、加納おじ五郎う館長が、 それでは頭を蹴られたり顔を踏まれたりして不利ではないかと注意したが、これに対し小田は、いいえ、寝ながら少しも油断はしていません。絶対に顔を踏まれない自信がありますと返して、加納艦長は十面を作って黙ってしまったという。もう稽古の末に、その熟練した寝技技,技術を持って、なおを馳せた小田は勝負の速さでも有名で、商談審査等でも、 ほとんど寝勝負で勝ち星を挙げて1917年3月に4段くらいで、国学院大学を卒業し、鹿児島の旧成第七高校増士官に赴いて、柔道教師を任ぜられた。旧成第二高校では部員たちに寝技の真髄を叩き込んだ同じ頃、東京の旧成第一高校と仙台の旧成第二高校は理想を稽古に求めて、全国高専大会には出場せず、 両校の間で不定期に開催される対抗試合に執念を燃やしていた。5度目の対抗戦開催が1918年4月7日と決まると、有段者が首相の鈴木敦氏二段を含めわずか2名と圧倒的に戦力に劣る二校は、立ち技3年、寝技3ヶ月の格言に目をつけ、白帯連中に即戦力を見出そうと、寝技で知られた小田を師範として招兵した。小田は、 同年1月7日に、仙台へ着くや、午後の放課後に、寝技だけの稽古を、連日後から6時間行って、部員たちを鍛え上げた。二校の、少子開始には、時や高も玄関、寒気隣列にして病人王子とその激しい稽古の様子が掲載されている。一方で、小田は、人を東京に派遣して一校の稽古ぶりを、偵察させようと試みたが、 一行の道場が窓をすべてカーテンで覆って、覗かれないようにしていると聞くと、今度は一行柔道部が指定している洗濯屋に、スパイの女性を送り込んで同意の汚れ方や、擦り切れ方を逐一報告させるほどの、徹底ぶりであった。両校18人ずつの勝ち抜き形式で行われた、当日の試合は二行側が白帯13人、対する一行側が白帯3人と段位の上では、 圧倒的に一校二分があったが、実際に試合が始まると二校が失点なく、対将以下4人残しの対将を飾り、この快挙は芝叩く間に、人々の知るところとなった。小田自身もその名をと驚かせて、1920年5月には、第二本部特化より、柔道教師号を排除している。小田は、旧制二行の他江川貞田が師範を務める金沢の、 旧世第4高校でも寝技のコーチを務め、1921年7月の第8回全国高専大会では、死んでも勝つをモットーに大会8連覇を誓った。この大会では小田率いる旧制4高校と小田と共に寝技の双壁と知られ、東の小田、西の根高王と称された金三谷一米率いる旧世第6高校とが本命と見られており、 両校は準決勝戦で激突。両軍15名ずつの試合は、先方から副将まで14人がすべて引き分け、4校、里村学3二段と6校、早川昇初段との対象決戦にもつれ込んだ。対象同士の試合は、規定時間の30分を戦って優劣がつかず、両軍競技の末に40分の延長戦となったが、ここでも決着を見なかった。再延長か、 引き分けとするかで再競技が行われて6校側は引き分けでも良いと主張したが、前述の通り勝利を誓っていた4校はさらに1時間の延長を申し入れ、間を取って30分の再延長戦とすることに。しかし疲労が激しい両者は6に相手の同意も握れず、互いにまともな攻撃はできないまま再延長戦も引き分けで終えた。 柔道の歴史上最長と言われる1時間40分の激闘の末、大会規定に基づき両校とも決勝戦進出は叶わず、優勝は反対側シードで準決勝戦を勝ち抜いていた旧世大後高校の手に渡り、四校選手たちからはお越同国の声が起こったという。一時は参戦を兄のようにしたって指示したが、小田は1921年秋に上京してから、 立川市に住んで、不動貯金銀行に入り、青山学院大学の柔道師範。翌年には、立教大学の柔道師範も兼任。 その後1924年より住居を構えた新橋では施設道場、少子館を設立して門生の指導に当たった。行動館では1926年の講談社商談審査に初めて形の試験を取り入れたが、徳美穂や高橋和義、中野正造といった実力派は、形は実力のない弱者がやるものと毛嫌いして審査をボイコットする中、 織田が方の試験を受けて、これに合格するとそれら行動官の諸先輩よりも、先に六段へ商談。形の試験自体は弟子たちの反発の大きさから可能、地五郎官長自ら、我謝れりと表明して、すぐに廃止されたが、先輩、後輩の序列を崩してしまった織田は、先輩連から、出過ぎ者と睨まれ、阻害されてしまう羽目に。そのような事情もあって、 この頃のオ田は、旧歳年長の三船急増と進行を結んで、前にも増して刑事した。しかしその関係も長くは続かず、1930年の行動環境開始期における講段社特選乱取りでの八王朝試合に橋を橋すっかりさん、千に対して反発を強め、逆にそれまで反目し合っていた中野正蔵とは、三船嫌いという点で、意気統合し、以後は、 行動館の講談者控え室で中野が三船の奴がと聞こえよがしに悪口を言うと小田はそうだそうだと相づちを打つありさまだったというそんな時三船はバジトーとばかりに下を向き丸山密造を相手に将棋を指していたが同席していた柔道評論家の工藤雷介は誠に異常な風景だったと語っている小田は柔道はこうして勝て 柔道大幹等の著書を残す傍ら、行動官にて、監査阪神議員や、有段者指導委員主任、道場委員、研究委員といった要職を歴任し、東京都柔道連盟では、顧問も務めた。戦後は1946年より、芝学園や東京ガスの柔道部師範を務めて、1948年5月4日には球団くらいを隠居。 その活躍から1952年11月22日の行動館創立70周年記念式典では特別に功労表彰されている。行動館でも指折りの主語として知られる織田は、いわゆる都手なお辞せずの類で、三船の一見以来すっかり馬が合うようになった中野昭三と通院しては柔道界の変貌を嘆いていたという。やがてをわずらってに、 三を切除する大手術を行って、以来しばらくは酒を控えていたが、半年もすると少しぐらいなら、と酒好きを取るようになり、次第にその量も増えていった。1954年7月に柔道の視察、指導にヨーロッパへ招聘された小田だったが、現地で洋酒を飲みすぎたらしく帰宅のまま飛行機で、帰国して東京医科大学病院へ運び込まれ、 家族による看護の会もなく、自宅へ帰らぬまま1955年2月11日午前11時16分に、他界した、62歳没。法名は、小動院、乗常ひだね小児。高専柔道の日尾田は晩年、レスリングのように、柔道競技を、その攻撃スタイルによって、立ち技のみ、寝技のみ、立ち技寝技根用の3つに分類して、 競技を実施してはどうか、と真剣に研究していたという。実際に、寝技だけの試合をやるための準備をしていたこともあったが、前述の通り小田は思わぬ形で高石子の愛が、日の目を見ることなかった。それでも、立ち技に傾倒していた、当時の行動館柔道に一石を投じ、時に、加納う五郎や桜庭武といった、行動館の重鎮を相手に論争を繰り広げながらも、 寝技主体の高専柔道の石をなすのに、大いに貢献し、今日でも寝技の大家としてその有名は、色褪せていない。また、寝技で名をなす、柔道家は往々にして由緒ある、古流柔術の出身者が多い中にあって、小田は、古流柔術の出ではなく、悪な気毛稽古と、創意工夫によって一代で、自らの技術体系を築き上げ、その芸術的な寝技をもって、世に、 常ね流と称されるまでに至った点は特筆される。著書、柔道体感の中で、小田は一部柔道家の脳裏には、充実と聞けば、像の念を持って迎え、充実化と聞けば、打津のごとく意味切らう傾向があると前置きした上で、急激な時代の変化に遭遇しその真偽が、没却されたにしても、なお多少取るべきものがあり、今日の柔道の没興を見る一大資料となり、 一つの童貞となり、動機となったことは事実である。柔術そのものを無価値なものとして排斥し、力ずんは破壊しさらんとすることは、いささか考慮を要すると述べて、当時飛ぶ鳥を落とす勢いで吐いた色の濃かった行動感の柔道家たちに化粧を鳴らしていた。ありがとうございます。